みのりちはらライブツアー2011キーフォーディフェクションみのりちはらライブツアー2011キーフォーディフェクションみのりちはらライブツアー2011キーフォーディフェクションは2011年2月12日から5月8日まで開催されたかやはら座とのコンサートツアーまたその模様を収録したライブアルバムホトブックみのりちはらライブツアー2011 キーフォーディフェクションライブ CD フォトブックミノリチハラライブツアー2011キーフォーディフェクションライブ CD プラスフォートブックはチハラミサトのライブアルバム2011年8月26日にランティスオフィシャルショップから発売された2011年2月から5月まで開催されたミノリチハラライブツアー2011 キーフォー・ディフェクションの ZEP 東京で行われた5月2日の公演の模様を収録。ライブの模様を音源化した CD3 枚組仕様になっている。また、コンサートの模様の写真が収録されたフォトブックが同梱されている。かや原の既存のコンサートツアーの商品化は映像作品のみであったが、ライブアルバムとしてリリースするのは初。また、 CD 作品にフォトブックが同梱されるのは2枚目のオリジナルアルバムパーでの初回限定版に同梱されたフォトブックレット以来本作の発売は2011年8月5日8月6日8月7日に行われたみのりちはらライブ2011サマーキャンプスさんで発表されライブ公演翌日の2011年8月8日から ランティスアフィシャルショップでの予約がスタートした。CD は1枚目はスタイリッシュサイド、2枚目はハッピーサイド、3枚目はアンコール以降の楽曲が収録されているという構成になっている。なお、収録内容は当日の公演模様を完全収録している。また、かや原の作品で CD が3枚組仕様になっているのは初。今作から、 バンドメンバーによるオリジナル演奏の曲名が記述されるようになった。本ライブで演奏された楽曲もライブ当日に限定発売された CMB のインストゥメンタルアルバムサウンドマジェスティに収録されている。自身の作品がランティスオフィシャルショップからの限定発売であるのは初で、あると同時に千原美里の商品が同オフィシャルショップで販売されるのも初の試み。 2011年2月12日から5月8日まで開催された千原美里の4回目のコンサートツアーであり2011年2月9日に同時発売されたディフェクションキーフォーライフを引っ下げたツアー。なおシングル作品を引っ下げたコンサートツアーは自身初。ツアーの開催は2010年11月13日、11月14日にゼップ東京。 ナンバーハッチで開催された自身のファンクラブ MSS のイベント千原美里バースデーイベント2010で発表された。会場は全国にあるライブハウスゼップであり、茅原にとって初のゼップ系の会場の全制覇を達成したツアーになった。なお、茅原は本ツアー以前ではゼップ福岡、ゼップ札幌でのライブ公演を行っていた。 当初は3月21日までの予定であったが、東日本大震災の影響で東京、札幌公演延期され、3月28日に5月2日の東京公演、5月8日の札幌公演の振り替公演便が発表された。本ツアーのキーカラーは木であり、り千原ライブツアー2 0 0 9パレードから制作されているフラッグの色も木になっている。また、原は、 ツアーの目標として、一曲一曲、一瞬一瞬を心に焼き付け、強く思いながら、歌を歌う、去年とは違う自分が見せられる、違うエネルギーを与えるライブツアーにするというを当初、目標として掲げていた。延期された2011年5月2日、5月8日に行われた東京、札幌公演では既存のライブ会場限定グッズに、加えて、チャリティグッズが販売され、 同グッズの全収益を東日本大震災の義援金として日本赤字社東日本大震災チャリティープロジェクトスタンドアップジャパン2011中央共同募金会を通じて被災者へ寄付された公演ごとにアコースティックコーナーが34回目の MC の間に設けられ日替わりで2曲ずつ各会場で歌っていた東京公演のみ 名古屋公演と同様の曲を歌っていた。詳しくは、アコースティック曲を参照。サウンドマジェ、サウンドマジェスティは、千原美里のサポートバンド、CMB のインストゥメンタルアルバム。2011年2月12日から2011年5月8日までのライブ公演日に、ライブ会場廷でランティスから発売された。千原美里のコンサートで演奏された曲目が、 収録されており、新たにスタジオレコーディングを行った音源となっている。本作でサポートバンド名が正式に CMB に決定した。なお、CMB とは、クリエイティブミュージックバンド、千原みのりバンドの意味。演奏メンバーは、須藤健一、山本直也、岩田元太、安彦、室谷孝一郎、加藤大輔。それぞれキーボード、ベース、ドラムパーカッション。 ギター、バイオリンを使用した演奏。演奏された曲目のタイトルも本作で正式に決定された。収録曲が演奏されたコンサートは、ミノリチハラファーストライブツアー2008コンタクト、ミノリチハラライブツアー2009パレード、ミノリチハラライブ2009サマーキャンプ、ミノリチハラカウントダウンライブ2009から2010、ミノリチハラライブツアー2010シンゴルラブ。 みのりちはらライブ2010サマーキャンプに収録曲の視聴用動画が2011年1月23日にニコニコ動画 YouTube のランティスの公式チャンネルランティスチャンネルで配信された全編曲須藤健一楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください